オットー・ミューラーはドイツの画家、版画家である。ドイツの表現主義を代表する画家の一人である。現在はポーランドであるルバフカの軍人、後に役人の息子に生まれた、ゲルリッツで育った。1890年からゲルリッツで版画を学んだ後、1896年からドレスデンの美術アカデミーで学んだ。1898年から、 ミュンヘイン美術院で学ぶが、1899年に、教授のフランツ・フォン・シュトックに才能を認められず、美術院を止めた。1908年に、ベルリンに移り、表現主義の彫刻家、ビルヘルム・レームブルックと友人となり、レームブルックの彫刻作品に見られるような細長い、ゴシック的主体の女性を描いた。ベルリン分離派の展覧会の出展が拒絶され、1910年に、 新聞理派の設立メンバーとなった。また、表現主義画家のグループ、ブルッケのメンバーとも交流し、1913年にブルッケが解散するまでこのグループで活動した。第一次世界大戦が始まり、1915年から軍役務につき、不評としてフランスやロシアとの戦いに参加し、1917年の肺炎を発病し、この病気に生涯。 苦しめられることになった。1919年からブレスラウの美術工芸学校の教授を務めた後、ベルリンに戻った。亡くなる3年ほど前からジプシーの中で生活し、ジプシーの暮らしを描いた版画集を制作した。オバニグックで肺結核で亡くなった。ありがとうございます。